フロッカーは1981年にコナミが開発しセガエンタープライゼスおよびセガグレムリンからアーケードゲームとして発売されたアクションゲームである。現在も人気がありインターネット上でも同系統の作品が各種配布されている。後の作品にもコナミ自身のものを含めゲームやアニメ、テレビ番組、音楽作品などに本作を題材あるいは モチーフとしたものがある。カエルをそれぞれの巣に一匹ずつ送り届けることがゲームの目的である。そのため、プレイヤーは自動車が絶えず行き交う道路や危険の多い川を渡らせなければならない。二人でプレイする場合は同時プレイはできず交互プレイとなる。ゲーム評価サイトキラーリストオブビデオゲームスのトップ10ビデオゲームスにも毎回選出されている。 プレイヤーのカエルは3匹から始まる。制限時間内にカエルを5つある巣に返すことが求められる。本作では、ジョイスティックの4方向レバーのみの操作で行う。各方向にレバーを入れると、カエルはその方向に飛ぶ。プレイヤーは画面最下部にいるカエルを画面最上部の巣まで案内していく。画面下半分には、乗用車やトラック、バス、タクシー、バイク。 ブルドーザーなど自動車が画面横方向にスピードを出しつつ走行する道路があり、プレイヤーは車に引かれることのないように上手に道路を渡らせる必要がある。一方、道路を渡り終えると、画面中央には土手があり、画面上半分の丸太が流れワニやカメのいる川を渡る準備をする安全地帯になっている。プレイヤーはカエルを丸太やカメの背中に乗せ、ワニやヘビ。 カワウソを避けつつ、カエルのいない秋の巣に送り届ける。その時に虫を捕らえたり、丸太にいるメスカエルを救助することで、ボーナス点となる。5匹のカエルをすべて巣に戻したら、ステージクリア。より難易度の高い面に進むこととなる。以下のようなバイプレイヤーのミスとなり、カエルを1匹失う。本作はもともとハイウェイクロッシングフロックとのタイトルで発売予定だったが、 セガの幹部は、それが、ゲーム性を表していないと感じたため単に、フロッカーのタイトルで発売された。また本作は年代を問わず子供たちには特に人気があり、多数の模倣作が制作されたのみならず、グラフィックを向上させ二人同時プレイも可能にした非公式の続編、リベットも制作された。発売前の発表では、フロッグジャンプというタイトルであった。実際には、 ハイウェイクロッシングフロックもそれ以前にオフィスコンピュータワシントン大学の心理学科で制作されたイムロック、PDS-1 上で動作するフリーウェイが元となっている。フリーウェイは同大学で行われた人間の短期記憶に関する研究の見返りとして提供されていたもので、好みの関係者がそれを目にして商品化したのは明らかである。 当たり版は1981年にこれこのミスター・ドゥをも開発したプログラマー、エド・イングリッシュ率いる会社により開発された。1980年代前期の他のゲーム同様、本作も様々な家庭用ゲーム機に移植されている。アメリカにおいてはセガにより、例えばロムカートリジについてはパーカーブラザーズとジキメディアについてはシエラオンラインといった具合に、 複数社とライセンス契約が結ばれた。さらに、シエラは、自社が作品を開発していない機種向けに、他の開発会社に、時期メディアに関してのサブライセンス契約も行ったため、ロムカートリッジと時期メディア双方が使える機種に関しては、複数のバージョンが存在することとなり、例えばあたり2600版では、パーカーブラザーズのロムカートリッジ版、スターパスのカセット版がある。 ゲームギア用ソフトもプロトタイプの開発はされていたが、発売はされなかった。日本国内での発売機種及び発売元は次の通り。日本未発売の発売機種及び発売元は次の通り。本作は様々な続編作が制作されており、その一つに、ス・ケンブリッジスタジオが開発し、ハズブロインタラクティが1997年に、 ウィンドウズ用とプレイステーション用に発売したリメイク版フラガー 3D がある。このフロッパー 3D ではカエルは緑地にオレンジ色の縞模様となっている。さらに1998年に発売されたこの作品のメガドライブへの移植作は北米での同期向きに発売された最後の作品となりまた同年に発売された スーパーファミコンへの移植作は北米で公式に発売された最後の作品ともなった。2003年に発売されたゲームキューブ、プレイステーション2版は 3D 化がさらに進み、ステージ構成がオリジナルとは別物となっているが、XBOX ライブアーケード版や WiiWare 版はオリジナルに近いリメイクに回帰している。正規版以外にも1984年に ZX スペクトラム用に DJL ソフトウェアが制作したフラギーをはじめホッパーディープフロックなどクローン作品やライセンス契約を結ばずに A&K ソフトウェアが ZX スペクトラム用及び BBC ミクロ用にイギリスのソロソフトウェアが MZ-700 用にそれぞれ制作したフラガーなど海賊版も多数存在した 本作のアーケード版のメイン BGM には当時放映されていたテレビアニメアライグマラスカルのオープニング曲ロックリバーへが使用されていた。この他にもスタート時には同様の犬のおまわりさんなどゲーム中の BGM には様々な既存のサウンドが使用されていた。これらのサウンドは家庭用への移植の際には権利関係から一部別の曲に差し替えられている。 本作以外でも、この時期のコナミ作品には、テレビアニメなどから既存のサウンドを流用するといったものが多かった。また、本作では、BGM 面において展開に応じて BGM が変更となるなど、それまでの同社の作品と比べ進歩が見られた。ありがとうございます。